じゃじゃん。バッファロー USB 2.0 LAN アダプター、MacBook Air、USB 端子がここと、ここについてますけども、LAN ポートがありません。無線 LAN でしか使えないんですね。ということで、これを使って、有線 LAN を挿すことができると。はい。なんてことはないですね。単純な機械です。ここが LAN ポートになってて、こっちが USB ですね。これを、プシュッと挿します。あとはこれ LAN ケーブル繋ぐだけです。お!早速、ネットワーク環境設定表示されましたね。あ、そっか。ケーブル繋いでなかった。ちょっと実家に帰ろうと思うんですけども、実家の方に無線 LAN の環境がないので、これを使ってインターネットしようと思います。さて、実家にやってまいりましたが、こちらですね。ガッチャンコ。LAN ケーブル。よいしょ。これで、あ、ピカピカ光ってますね。YouTube。おぉ、来た。ちゃんとビデオも再生されてます。ということで、結果は、バッチリでした。あと、旅行なんかの時にね、ホテルで提供されてるインターネットが有線 LAN だったりするんで、MacBook Air の人はこれ1個持っておくといいかもしれないですね。Apple 純正でも似たようなものはあるんですけども、こっちの方が半額ぐらいなの。安いの。無線 LAN しかないコンピューターを有線 LAN 使えるようにする USB 2.0 LAN アダプターでした。